はい、どうも皆さん、こんばんは、ポッキーです。今回もですね、遊園地を作っていこうと思います。風邪をひいていてね、本当に遊園地どころじゃなかったんですけど、今回は遊園地を作っていこうと思います。ここら辺がなんかちょっと寂しいよね、やっぱり。ここなんか謎にね、噴水だよな、これ。これ何なの、この銅像。あ、なるほど、人がこう、壺持って、壺からこう、水が出てるっていう。ここ全然人気ないエリアだからね、マジで。何のために整備してるかわかんないんで、ここら辺に遊園地を作っちゃって、こう人を呼んできて、こっちに行ってくれる人もいてくれたらいいなという気持ちで、作っていこうと思います。では早速、やっていきましょう。どんなアトラクションを作ろう？そうですね。ウォーターライド、作ってみるか。ウィンドサーファー。こちら、を作っていこうと思います。ウィンドサーファーっていうか、だから、なんかサーファーのアトラクションですかね。これ乗り場か。乗り場、どうつけよう。なにこれ、お金が足りないのか？どうやらですね、このウィンドサーファー作ろうとしたんですけど、このモードでは作れないようです。じゃあなんでここにあるのかっていう疑問があるんですけど、別のモードでしか水系は作れないっぽいんで、今回は、その他の乗り物とアトラクションから、そうだな、ハーシーのキスタワーってなんかキスできそうだからいいけど、これもウォーターなんで、こちら行きましょうかね。クワッドバイク。乗客が自分で運転するガソリンエンジンの4台1組のバイク、こちらを作っていこうと思います。結構スペースあるんでね、ここにコースを作っていきましょう。よろしいよ。これ乗るところをいっぱい作って、こっから作っていきます。だいぶ上に上がりましょう。これも上に上がれるのかな。あ、上がれますね。いい感じに。 OKOK、 ちょっと頑張って作っていきますよ。 OK、 だいぶ踊りましたが無事に完成しました。どうですかこれ。もうなんか乗りたくないよね。全然魅力を感じないけど、こちらが完成しました。もう怖さしかないわ、恐怖しか。ここに入り口をつけて、出口をこちらにつけます。よし。そして道を書いていけば完成というわけですね。 OK、 さあ来てくれよマジで。今ですね、一応稼働してる状態でして、ここに受付の人もいるんですけど、受付の人がね、もうしゃがんじゃうレベルに誰も来ない。あ、来た来た。よし、やっときた、やっときた。初めて客だ。お前ピザまた落ちてるぞ、ここに。ちょっとこれ来たよ。初客です。やっと歩いてきてくれた。ちなみにテスト走行一回もせずに、普通に稼働させました、これ。なので、1人目の客はまあほとんどテスト走行ですね。はい、ということで、ヒヤヒヤドキドキのアトラクションが完成したわけですね。この2人絶対乗ってくれるでしょ、リア充か。なるほど、テスト走行にぴったしですね。来た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 。お、4人とも行くか。だいぶでかいね、身長高っ。お、乗りましたね。いいぞいいぞいいぞ。あ、これ連なっていく感じか、もしかしてレース系なのかな。どう行くんでしょう。すごいまたがってるけど発車しない。何が起こってんだこれは。ちょっとリズム刻んでるんだけど、こいつら。なんだなんだ、何が起こるんですか一体。あ、いっぱい乗ってから発車するって感じか。あ、じゃあ結構多分3時間くらいここでずっと座って待っとかないといけないよ、君たち。これ人気ないからね、あんまり。新しいアトラクションで。ちょっと待っといてね、みんな。だいぶ乗ってくれましたね。あと3台ですね。あと3台。あ、来ましたね、来ましたね。あ、来たね。もうハゲが来た、ハゲが。こいつに乗らせたい。どうしても乗らせたい。あ、でも埋まっちゃうか。頑張れ。あー、譲る心を持っていた。おー、始まった、始まった。おお、結構厳しいよ。やっぱレースなんですね。落ちんなよ、こけんなよ、大丈夫か。前の2人結構並走してる。大丈夫か。大丈夫、今のところ大丈夫ですね。こけたりもしない。どっか飛んでいくこともない。オーケーオーケー、無事にこのアトラクションは成功か。いいねー。果たして待つ必要はあったのか。2周目行くということでですね、そろそろこの輸送ライドだから移動できる手段を、作ろうと思います。このように列車とかモノレールとか、あとリフトとか、エアボートとかがあるわけなんですけど、今回はモノレールをね、思い切って作っちゃおうと思います。どこら辺から作ろうかなって思ったんですけど、この入り口からね、この入り口からあの奥のこのジェットコースターに一瞬で行ける装置、まあ、それがあれば多分ね便利だと思うんで、どこら辺につけようかな。この 3D ライトとかに乗ってほしいんで、ここら辺から作っちゃいましょうかね。こうやって入り口を作って、だいぶお金がかかりますね。ということで、
こら辺からモノレールが行きます。モノレールが地上を走るからね、この世界では平然と。ということで行きましょう。まっすぐ、あ、待て待て、曲がってきた、帰ってきた帰ってきた、もうここで帰ってきた家に。ちょっと待てよ、落ち着いて、ここで曲がってここまでは良くて、あとまっすぐにして奥に行く感じで。え、何、おめでとうございます。工業の人に必要なものとは何かをあなたは証明しました。しかし成功して太鼓になることはできますか。なんだ、なんか始まった。え、報酬金やった。いや、めっちゃお金もらえた。100万超えたんだけど、お金。え、ちょっとむせちゃった。え、クリアしたってこと、これもしかして。あ、やった。このシナリオのこの1のバニラヒルっていう目標あったじゃないですか、最初に選択した。あれ1クリアか、やっと。イエーイ、モノレール完成してないけど、イエーイ。いや、やったぜー。全然やってないけど、ちょっと待って、まだなんでこんな中途半端な時に完了しちゃうんだよ俺は。さあ、ではモノレールも出来上がりました。完璧ですね。これを出口にします。よし。え、待て、これ入り口にしちゃった。これミスったな。しかも空中に浮いてるぞ。ここへどうやって入るんだってことになりますけど、え、ここに出口と入り口をつけちゃうわけ。え、このモノレールは一体何。え、こっから始まって、こっからここ帰ってくるの、これ。じゃあ降りれないの、向こうでは。いや、降りれるよね、ここでも多分。え、だってそうじゃないとモノレールじゃないもん。だってそれただの園内走ってるなんか乗るものになっちゃうもんね。まあ一回稼働させてみましょう。え、待って、モノレールってなんか想像と違うんだけど、これ何これ。いい、なんか心配だって。ドアないもんだって、これ落ちたりしないよね。これで稼働。はい、あ、ドアちゃんとある、ドアちゃんとある。え、これ誰も入ってこれないんじゃね、ここに。ヒュッて来る人いないよね。あ、ここを登るのもアトラクションみたいな。サスケかよ。いや、待て、これじゃ無理だろ。これどうしてんの、階段とかあんのかな。ではこの装置を使ってですね、ちょっと地面をちょっと待て、これちょっと上げすぎたね。完全に上げすぎたね。ちょっともうへこまして、いい感じのところで止めて、どうだこれで。これで何が起こったんだろう、一体。ちょっとわかんないね、これ。この赤いやつなんだろう、怖い。なんか恐怖すら感じるんだけど、これちょっとどうなった。あ、いい感じですね。これなら登れるでしょ、皆さんね。そうだよね。え、待てよ。で、出口もいい感じで、こう、あー逆、あー大丈夫か、大丈夫か、お前たち。ちょっと今グラッとなったね、ごめんね。逆だった、上に上げないといけない。いくよ、はいはい、上がるよ。ごめんね、ちょっと揺れるね、ごめんね。はい、しっかりつけましょう。心配だな、ほんとに。あー、OK、いい感じ。誰が来るんだよ、こんな遊園地。待て、どうなってんだこれは。大丈夫なのか、ほんとに。やばい地形だね、これ。もう、ここ歩いてこれんの。ここを登ってこれたものこそが真の英雄となれるみたいな、そういう感じのモノレールですね、これは。メジャーであったね、これ。漫画版メジャーであったね。なに、みんな登れないの、ここから。え、なに、これ、この人たち、この坂を登れないみたいな感じ。え、めっちゃ溜まってきた人が。やばい。あ、ここアトラクションの売り場か。ここから人がずっと乗ってここで溜まっていくっていう、やばい、これまずい。OK、 なんとかね、人を、こっちにやることができました。でもさ、モノレールに誰も乗れないんだけど、これどうしたらいいかな。完全に設計ミスだよね。ちょ、モノレール作り直すか。いや、てか初めからそうしろって感じだよね。いろいろありまして、なんとか地面に着きました。もうここら辺何が何だか分かんないよね、本当に。当たらずにちゃんといけるのかっていう。やばい、なんかすごい。え、何、一から離れる顧客がジュニアコースターの入り口にたどり着くのに苦労して、何やってんだお前たち、お前たち、な、ちょっと待って、何が起こってんの、なんでここだけ隔離されてんの。ちょっと待って、俺の地形操作のミスか、これ。やばいことが起きてる、これは大問題です。ちょっと上げて、あー待って、ごめんね、揺れるね、ちょっと周りが上がっちゃう。これどうしたらいいんだ、ちょっと待て、落ち着け。これか、違う、周りが上がっちゃう。待て、これどうしたの。あ、これだ、逆、あー下がっちゃう。おー、よかった。何、この若干の段差でまだ無理みたいな、こんな感じ。あー、ごめんね。え、上がんないんだけど、これ以上、みんな。
待て待て、どうしたんだこれ。何が起こってる一体。イエーイじゃねえよ。あーごめん、地震だ地震だちょっと待て、そんなことしまいじゃない。待て待て、落ち着け落ち着け。なんでこいつは隔離されてるの。え、なんか別の生命体出来上がってない。ここで大丈夫お前。あ、また人が増えてきた。まずいまずい、どうしよう。ちょっと待って、これどうしたんのマジで。あ、ごわー、おかげよかった。あーごめんなさい皆さん。うわ、だいぶ人いたね。で、全員がモノレールに向かっていく。完璧なシナリオ。お前たちなんで道じゃないところ歩いてんだ。しっかりしろ。オッケー、この量で、この量でモノレールに向かう。どうした？え、何が起きてんの？え、なんで帰ってんの？ここまで来て。え、なんでここを歩けんの？君たち。道じゃないところもあれ消えたよね、今一人。え、またなんか言われてる、めっちゃ。顧客がたどり着くの困ってる。どこで止まってんの？ここ？なんかここの地形もおかしくなってない？なんで段差があったら。ここも段差ある。何、2センチの段差でも君たちはいけないの、もしかして。そしてモノレールにあまり乗っていない。いや乗ってるか。もう何が起きてんだ、なんでそこ歩いてんの。普通にさ、そういうさ、そこ草だからね、下。いろいろありましたが、地形はなんとか元に戻ってたということで、今回はこれくらいで、このモードはこれくらいにしようかなと思います。これちょっといい感じにこうやって傾けてあげると、もうプロになってきたから、俺地形変更の神と呼んでください、僕のことを。よし、これで多分いけるようになりましたね。 OK、 笑顔は守られたということで、このモードはですね、多分無事クリアしたと思うんで、このモードを終わろうと思うんですけど、なんかね、確かそのジェットコースターとかの視点になって見ることができるよみたいなことを、言ってくれた方がいるので、そちらを最後にちょっとだけジェットコースター、自分が作ったジェットコースターがどんなだったのかっていうのを見たいと思います。はい。あ、コースターカメラに入る、ありましたね。でこちらを使って、おお、すげえ、超リアル、青空めっちゃ綺麗。では行きたいと思います。ああ顔近、顔近い、口開いてるね。これ下噛むよ、口ちゃんと閉じて。まだ発射しないか。お、いいお姉さんですね。ということで行きましょう。この視点酔わないかな、やばい、酔いそう。ということで、まずこのコースターから乗っていきたいと思います。いや楽しみですね。あ、これ自分で操作するパターン、もしかして。あー前のカメラ、あーちゃんといろいろどこでも見れると、この人の視点からも見ることができると。めっちゃ笑ってんだけどこいつ、幸せそう。あー発射した発射した。ちょ、前から乗りたい、もっと。よし、前から、一番前から見ましょう。いいねいいね、上に登ってって、上に登ってって、笑顔か。お、手をもう上げ出した、早いですね気が。おお、景色だいぶ綺麗。これめっちゃいいな、このコースター乗りてー普通に。そして一直線に落ちる。おお結構すげえじゃん、マジか。結構俺いいやつ作ってた。おお、めっちゃ叫んでるね、いいね、イエー。普通に上出来だったんだけど、このジェットコースター、イエーイ。なるほど、いいジェットコースターでしたね。いいやつ作ってたんだね、結構。自分で言うのもなんだけど。あとはこちらをちょっと乗ってみましょうか。あ、これは上にこうシステムですね。近い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 、顔近いよ。なになになに、どうした、目がなんか両方違うんだけど。顔近いですね、これまだかな。このジェットコースターね、なかなか反射しないですね。なんで？待って待って、なんで？え、なんで反射しないのこれ？稼働してない？故障中になってる！嘘でしょ？故障中だったの？ずっと乗ってたの？じゃあそこで君たちは。何をやってるんだ？早く言えよ。ここに整備員を呼びましょう。え、何が故障してたのこれ？大丈夫？ずっと待ってたんだね。ドアを開くことに失敗した。最悪だね。これ、だから安全バーってことでしょ？これ、つまり。早くやってやれ、お前。あ、もう発射したの？はいはいはい。うお、怖っ。え、これマジ怖いやつだ。やばいやばい。これどうなるか分かんないやつじゃない？もう体がどうなってるか。上まで上がりきったよ。そっから、下に、落ちるよ。うお楽しい楽しい、すげえ、すげえ、普通に。
ここ一直線でカメラいっぱいあるよ。そして終わる。おおという感じのコースで、短かったですけど楽しかったですね。乗客2人だけかよ。じゃ最後にこのバイクを乗って今回のゲームを終わりたいと思います。 GO。 おお、平和、うん、すごい平和、なんかすごい平和なんだけど。前の車両行こう、前の車両もっと、あ、もう前の車両行けない。いや、行ける、止まってる。お前早く運転して。何やその前髪。うん、でこの人がちょっと行くのを待ちましょう。さあ、いいぞ、スタートして。何やだやだみたいな、行かない、僕行かないみたいな感じ。いや、行ってくれよ、頼むよ、スタートしてくれ。おー、来た、おー、いきなり行くね。ちょ、顔邪魔。これさ、危なくない？結構スピード出すんだね。これこんな小さいフェンスだったらさ、なんか落ちていっちゃいそうだけど、大丈夫。おー、怖い、これ怖い、全然地味じゃない。おー、今のマジ運転センスありすぎじゃない？マジか、プロドライバーですね。イエーイ、2周目いっちゃうといったアトラクションでございました。いかがでしたでしょうか。これ 3D シアターとか見れるの？あ、見れるの？え、どこしてんこれ。え、待って、これどこ、中は、中は見れないの？中誰やねんお前たち。これ別の乗り物じゃねえかよ、ふざけんなよ。ということで、僕の一つ目のね、遊園地は無事に完成しました。いや、大成功だったんじゃないですかね。目標もクリアできたし。ということで、よかったです。本当に。では、こちらを、一旦セーブしてですね、セーブして、次回からですね、新しいキャリアに、こちら、ゴールドラッシュを行ってもいいんですが、ですね、ウォーターな、このね、こちら、プールとかを作れるモードをやるかもしれません。まあ、そちらはね、皆さんが見たいと思った方をコメント書いてくれたら、そちらをやろうかなと思います。ということで、もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ、こういうこと教えてね。一つ目の遊園地大成功、ポッキーさん。将来が、本当に楽しみですね、僕の。うん、ということで、もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ、こういうこと教えてね。では、ポッキーでした。また次回にしましょう。バイバイ。